平野ノシがジャニーズ事務所を退所、スノストとの関連性に注目が集まる。最後のブログ投稿が波紋を広げ、ファンたちの間で議論が勃発。平野ノシが5月22日にジャニーズ事務所を退所し、キングピンス、キンプリからの脱退を発表してから、その最後のブログ投稿が注目を集めています。 彼がジャニーズ公式モバイルサイト、ジョニーズウェブのブログ連載、ショータイムを更新したのは、キンプリからの脱退の1時間前、午後10時50分でした。その内容をめぐり、スノーマンとシクストーンズ、スノストのファンの間で混乱が生じているようです。平和はブログで、デビューからやらせてもらってた、このショータイムも、最後のブログになりますね、と述べ、はぁ、あ、楽しかったなぁすから、 キングプリンスじゃなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいようなジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループだしねと寂しさを綴りました。その後、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった、ただできないと言われたら仕方がない、もし天国であったら怒られるんだろうなしょう。と続け、ごジャニー北川前社長に対して海外進出を果たせなかったことを詫びました。しかし、 平野の連載は事務所の契約終了と同時に閲覧できなくなりましたため、最後の投稿を見ることができたのはわずか70分でした。それでもツイッターでは大きな反響を呼び、22日深夜には、ショータイムが世界トレンド1位になりました。平野が、ただできないと言われたら仕方がない。と記したことから、藤島ジュリー稽子社長から、海外進出はできない。 と告げられたのではないかと考えるファンが多く存在し、ネット上では、やっぱり、ジュリー社長に海外進出できないって言われたんだね。最後に潮君から真実を聞けてよかったといった反応が相次いでいます。さらに、平野が、ジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループ、と述べた和文に対し、2020年1月にデビューしたスノスとの一部のファンが過剰に反応しています。 以前からスノストに関しては、滝沢秀明氏がゴリオ氏でデビューさせたのではないかとの見方が存在しましたが、表向きにはジャニー氏がデビューさせたことになっています。しかし、今回の平野の発言により、一部のスノストファンが、えジャニーさんが最後にデビューさせたのはスノストでしょ平野くんは何が痛いのただ間違えただけと混乱しています。平野が、 退場前に残したいミシンなメッセージは、彼が事務所を去る際に少しでも本音を放ちたかった証拠と言えるでしょう。現在、彼はこの決断を後悔することなく、新たなスタートを切っているかもしれません。今後も彼の動向に注目が集まります。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。感謝して